私たちは18歳になった。大人の仲間入りをした。私たちは今考えないと、私たちの未来だから、これからの未来がどうなるのかを真剣に考えないと、自分のことだから。だから日本の方向決める政治家を真剣に選ばないと、私たちが考えないと、私たちの未来だから。自演血縁企業団体のためではなく、私たちや子供たちのために働く誠の政治家を。ために重要なこと、忘れてはならないこと、それを確かめてほしい。企業から献金をもらわない、ありを正して議員でも悪事を働けば逮捕できる、特権を放棄できる政党であることを。忘れてはならないこと、それを確かめてほしい。企業から献金をもらわない、襟を正して悪事を働けば逮捕できる、そういう特権を放棄できる政党でなければ。そんな政党なら、私たち子供たちの未来を安心して託すことができるだろう。そんな政党なら、私たち子供たちの未来を安心して託すことができるだろう。歳になった、大人の仲間入りをした。私たちは今考えないと、私たちの未来だから、これからの未来がどうなるのかを真剣に考えないと、自分のことだから。だから日本の方向を決める政治家を真剣に選ばないと、私たちが考えないと、私たちの未来だから。支援血縁企業団体のためにで働くんではなく、私たちや子供たちのために働く誠の政治家を。そのために重要なこと、忘れてはならないこと、
それを確かめてほしい。企業から献金をもらわない、ありを正して銀でも悪事を働けば逮捕できる、特権を放棄できる政党であること。忘れてはならないこと、それを確かめてほしい。企業から献金をもらわない、ありを正して悪事を働けば逮捕できる、そういう特権を放棄できる政党でなければ。そんな政党なら私たち子供たちの未来を安心して託すことができるだろう。そんな政党なら私たち子供たちの未来を安心して託すことができるだろう。